こんにちは、川瀬直美です。岩屋山古墳は7世紀前半に作られた古墳です。古墳の西側部分が削り取られていますが、石室は完全な形で残り、内部を自由に見学できます。この古墳の石室は表面を磨いた切石を2段に積み上げ、天井石を乗せた構造で、石と石の隙間は漆喰できれいに埋められています。これを岩屋山式と呼び、県内にもいくつか同じ構造の石室が存在します。この墓に誰が眠っていたのかは定かではありませんが、吉備姫の御子、斉明天皇、古摂氏などが候補に挙げられています。